ぱり一番大事な仲間だったりに共有してもらいたいっていうのがいつもどっかであって、でそれでこの河口湖も、まあ、僕の大事な仲間の社員だったりアルバイトさんが目いっぱいこう、まあ、楽しんでもらいたいなと思う空間にしたんですよね。基本はノンストレス、社員だったり仲間だったりゲストだったりがなんかこうくつろげるというか、まあ、掘りごたつのところだったりここだったり上も下もなんかなくノンストレスでくつろげるような空間にしたいなというふうに思って、まあ、それがなんかところどころに散りばめられているのかなっていう感じがしますよね。合宿もできたりするんで、まあ、合宿というか会議とかも、ね、できたりするんで、合宿はその事業部ごとの合宿がてらで研修所として利用したりだとか、まあ、本当にコミュニケーション作りの一環としてただ単に遊びに来ていろいろ親交を深めるとかっていうのをやったりだとか、まあ、さまざまな利用シーンがあるかなと思います、ね、そういった意味合いではここで、まあ、ある程度ただ単に飲食をするよりも自分たちで料理を作ってで自分たちで、用意をしてで自分たちで片付けてで一緒に遊ぶっていうのを、まあ、共有することによって絆がやっぱ深まっていくので非常にこう、まあ、いい空間になってるかなと思いますよね。みんなでこう会食をして和気あいあい、これもいいんだけどもお酒を飲める人も飲めない人もいろいろいるし、だからただ酒を飲んで酔っ払ってっていう価値だけじゃない人っていっぱいいるから、それはもう何だろう、いろいろ、まあ、ダーツをやったり溶岩浴に入ったり、あと溶岩風呂、露天風呂もあったりするんで、まあ、漫画読んでたりだとか、まあ、みんな楽しんでくれてるかなって感じがしますね。普段厨房スタッフではないのに作ってると自然とここにみんなが集まってきちゃったりして、それでこういろいろ料理を作ったり、ある素材で、何のレシピもない中で作ってって、あ、これ美味しいねとか、そこからこれメニューになるんじゃないとか、テストキッチンでコツコツメニュー開発をするよりはこういう空間の中で発想して面白いのができたり、塚田農場のメニューになってたり、そんなようなアイデアが遊びながらこう生まれていく、やっぱそれ大事なことですよね。人を楽しませる天才っていうで、まあ、っていう、まあ、それが多分一番自分がしたいこと、人が喜んでるのを見るのが一番好き、うん、それが多分自分の中の一番のエクスタシーなのかなと思って、いろいろこうなんかやってきたけども、じゃあここで一人でくつろいでラグジュアリー感をなんていうとなんかちょっとピンとこなくて、誰かゲストを呼んだり社員を呼んだりとかして、それでこう、まあ、食事、まあ、料理を振る舞ったり、こうなんか一緒に遊んだり遊んでもらったりくつろいでもらったりしているのを見てるのが楽しい、うん、それが一番自分が楽しめる瞬間なのかなって感じしますよね。まあ、僕はやっぱり一番大事にしてきたのは空気を読むっていうことで、まあ、空気を読むっていうことはやはりコミュニケーションだったり、まあ、世の中に精通している中でどう自分が振る舞い、どういうような言葉を発信し、どういうような影響を与えていけば、まあ、人は奮い立つんだろう、まあ、喜んでもらえるんだろうっていうことの繰り返しだったんですね。大多数の人をこう楽しませるっていうことは最初から難しかったけども、大きかろうが小さかろうがその中でどう、 こう人を喜ばせるか満足させられるか、僕という存在がちゃんと必要とされてるか、だから結構、まあ、寂しがり屋な部分がやっぱ強くて、そこでやっぱりなんか、まあ、そっぽを向かれるのが嫌で、ちゃんと、まあ、いろんな人に必要とされ続けたいっていう、ね、そのこだわりっていうのが今あるのかなっていう感じはするんで。